どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ポイントサイトから ANA 周りにね交換するルートである東急ルートっていうね 75% で交換することができるルートがあるわけなんですけども、こちらはですね終了のアナウンスがありましたので、こちらの解説ね本日やっていきたいと思います。いやね、来てしまいましたね。この東急ルートっていうのはですね、2019年ですね、私が YouTuber になってですね、初めて顔出しをねした時に取り上げたのがこの東急ルートの誕生だったんですよね。まあこれがちょうど2019年の7月とか6月とかね、まあそこら辺だったっていう風になりますんで、ちょうどね2年ちょっと前ぐらいにですね、この東急ルートっていうのは開通したんですよね。各種ポイントサイトからドットマネーを経由してですね、東急ポイント、そこから ANA マイルっていうねルートなんですけども、このルートを組むとですね、ポイントサイトのポイントが 75% でですね ANA マイルに交換することができたんですよね。でですね、こちらが2021年10月1日にですね終了しますっていうねアナウンスがありましたということですので、今回の動画ではですね、こちらの解説とですね、またですね今後ポイントサイトから ANA 前にね交換するおすすめルートですね、こちらも一緒にね解説していきたいなと思いますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで、今回ね終了のアナウンスがあった東急ルートなんですけども、公式サイトにですねこういった感じで発表がありました。ドットマネー交換対象カードの変更に伴う一部カードでの交換終了についてということで、ドットマネーからですね東急ポイントへの交換につきましては、昨今の情勢及びご利用の状況を鑑み、2022年4月1日より対象カードを東急カード株式会社の東急カードクラブ級 JMB 東急株式会社発行の東急ポイントカードに変更させていただきますということで、これに伴い2022年3月31日をもって東急カード及び JAL、 三菱 UFJ 銀行、 ANA 提携カードでの交換受付を終了させていただきますということで、今回ね終了のアナウンスがあったのはこの東急ルートっていうのはですね、ポイントサイトからドットマネー、ドットマネーから東急ポイントで ANA マイルっていうね、まあ、このルートだったわけなんですけども、ドットマネーからこの東急ルートっていうのはですね、2022年の4月1日よりですね利用することができなくなるっていった形になるんですよね。で、終了するのはね2022年の4月1日っていう風になりますんで、今はね2021年10月今日こちら2日にね動画撮っているわけなんですけども、まだね半年ぐらいね猶予がありますので、もしねポイントサイトのポイントをですね東急ルートで ANA 前にね交換されたい方はですね、この3月31日までにですねポイントサイトのポイントをドットマネー、東急ポイント ANA マイルって言った形でね交換ねしていただければなと思います。でですね、注意事項に関しては、ドットマネーっていうねこのポイントサイトは月にね10万ポイントまでしか交換することができないんですよね。こちらだけね注意してください。いくらね何十万ポイントっていうのはねドットマネーに移行してもですね、10万ポイントまでしか交換することがねできないって言った形になりますんで、月が変わればね利用することはできるようになるわけなんですけども、一応ね月10万ポイントまでっていう制限がありますので、この点はね押さえといていただきたいなと思います。それでは次にですね、 ANA 東急クラブ級クレジットカードですね、今回のこの発表によって2021年の4月1日以降はですね、ドットマネーから東急ポイントね交換することができなくなるっていう風になりますんで、解約される方ね結構いらっしゃるかなと思うんですけども、一応ね覚えておいていただきたいのは、この ANA 東急ポイントクラブ級クレジットカードっていうのは三井住友カードが発行しているクレジットカードっていう風になりますんで、マイペースリボンですね設定していただいて、1円でもね手数料を支払っていただければ、こちら年1回でいいんですけども、年会費のね割引を受けることができます。でこちら受けるとですね751円にね年会費下がるんですよね。751円に年会費が下がるにもかかわらず、こちら ANA のカードなので更新ボーナスということで、
継続マイルね、毎年1000マイルねもらうことができるっていう風になりますんで、751円払ってね1000マイルゲットできるのであればですね、結構おすすめかなっていう風に思いますので、こちらもね覚えておいていただきたいなと思います。私もねおそらく解約しないでですね、静岡カードとしてね保有していくかなという風に思っております。まあね、ちょっと面倒くさい部分でもありますんで、このマイペースリボをね利用するっていうのはね、慣れてる方だったらねそんなに難しくないんですけども、初めてやるとねちょっと面倒だったりしますので、一応こういうのもねあるって言った形になります。それでは次にですね、今後のねポイントサイトから ANA マイルへのね交換ルートなんですけども、先日私の動画でね紹介させていただいたこちら JQ みずほルートですね、こちらが 70% で交換することができます。あともう一つですね、ニモカルートっていうのがありまして、ニモカポイントから ANA マイルにね交換するルートがあります。で JQ みずほルートね、簡単におさらいしておくとですね、ポイントサイトから T ポイントに交換していただいて、そこから JR キューポ、永久不滅ポイント、ANA マイルって言った形になりまして、ちょっとね経由するポイントがですねかなり多いんですけども、こちら先ほど言ったねこちらの動画でね実際の交換画面とかね必要日数とかね詳しく解説しておりますので、こちらね見ていただければわかると思うんですけども、交換する回数は多いんですけども、そこまでですね交換日数とかもね途中まではねほとんどかからないっていう風になりますんで、永久不滅ポイントからね ANA マイルっていうのは結構かかるんですけども、それまではね結構すぐね交換することができますんで、まあ交換する手間っていうのはねあると思うんですけども、永久不滅ポイントでねポイントをキープすることができるっていう風になるんですよね、このルートだと。これがね結構おすすめっていただきになります。というのも、この永久不滅ポイントっていうのはですね、名前の通りですね、セゾンがね運営しているポイント制度なんですけども、名前の通りですね、セゾンがこけなければこの永久不滅ポイントっていうのは失効することがないんですよね。で今ですね国際線が乗れない状況でマイルある程度溜まってる方はですね、マイルにねする必要がないっていう方もね結構いらっしゃるかなというふうに思うんですけども、私もですね全部ねこの永久不滅ポイントにポイントを貯めてですね、ここでキープしてるって言った形になるんですよね。でですね、今後ねマイル利用することができるようになったらですね、永久不滅ポイントから ANA マイルにね交換していこうかなというふうに思ってるんですよね。ですので永久不滅ポイントにねずっとキープしといてもらって、まあ私はねポイント投資っていうので投資信託ね購入して、まあそこで運用してる感じになるんですけども、こういった感じでですね利用していただくっていうのもね結構いいのかなと思います。またですね、この永久不滅ポイントっていうのはT ポイントとかですね、プリンスホテルのポイントとかですね、あと現金にはね、現金にもできるんですけど、確かね 90% ぐらいになっちゃうんですけども、現金にもできます。まあこういった感じでね、結構ねいろんなポイントに交換することもできるっていう風になりますんで、このルートのねいいところはねこの点かなっていう風に思っております。まあとはいえですね、このルートね、あの ANA マイルにするにはですね、まず JR キューポから永久不滅ポイントに交換するのに、このJQ セゾンカードがね、必要っていう風になりますし、ANA マイルにね、交換するには、このみずほマイレージクラブ、ANA クレジットカードですね、こちらもね、必要になるっていう風になりますんで、まあ、クレジットカードがね、2枚追加で必要になるっていう風になりますんで、ハードルは結構高いかなっていう風に思うんですけども、まあ、交換率はね、70% ということですので、個人的にはね、こちらがおすすめっていった形になります。で、もう一つのですね、ニモカルートっていうのがあるんですよね。皆さん知っておりますかね、このニモカっていうのは。こちらね、スイカの九州バージョンだと思っていただけるととても分かりやすいかなと思うんですけども、このニモカっていうのはですね、バスにも電車にもお買い物にも使えるオールラウンドなカードということで、こちらねニモカはナイスマネーカードの略らしいですね。私もねこちら調べるまで知らなかったんですけども、まあこちらを利用したですねポイント交換で ANA マイルに交換するっていう感じですね。でANA ビザニモカクレジットカードっていうね、三井住友カードが出しているクレジットカードがね、あるわけなんですけども、このクレジットカードを保有しているとですね、ニモカポイントっていうところから ANA マイルにですね、70% で交換することができるんですよね。で、先ほどのね、JQ みずほルートだとクレジットカードね、2枚必要っていう風になるわけなんですけども、このルートだとですね、1枚で利用することができるんですよね。で、交換率も同じということで、かなりいいじゃないかっていうふうに思うと思うんですけども、このニモカポイントっていうのを ANA マイルにね、交換するにはですね、
ネットで交換完了ができないんですよね。ここがね、最大のデメリットっていう風になりまして、このニモカポイントを ANA 周りに、ね、交換するにはですね、このね、ニモカのポイント交換を扱っている窓口、もしくはポイント交換機にまでですね、足を運んで出向かなきゃいけないんですよね。これね、インターネットでね、完了できれば、間違いなくね、このニモカルートっていうのが今後のメインっていう風になるわけなんですけども、残念ながらですね、このニモカルートっていうのはですね、インターネットでね、ポイント交換が完了することができないっていった形になっておりますんで、ちょっとね、ここはね、利用しづらい部分っていう風になるんですよね。で、交換機がね、設置されているところはですね、九州地方と函館っていう風になりまして、この九州地方に住んでる方、函館に住んでる方はですね、もうこちらのルート一択になるかなと思うんですけども、ちょっとね、関東圏に住んでいる方はね、利用しづらいかなという風に思います。一応ね、交換できるところね、載せておきますけども、まあ、ここら辺でね、ポイント交換機ありますんで、実際に行っていただいてポイント交換することができます。でですね、このニモカルートのポイントサイトからの交換日数とかですね、ルートですね、詳しいのがこんな感じになっておりまして、ポイントサイトからですね、PEX を経由していただいてニモカポイントで、この時ですね、ポイント交換機まで行っていただいて ANA 周りにね、交換していただくっていった形になります。で、ほとんどね、私が紹介しているポイントサイトはこの PEX っていうのにね、交換することができますので、こちらでね、利用していただくのと、もう一つですね、 G ポイントっていうね、ポイントサイトがあるんですけども、この G ポイントでもですね、ニモカポイントっていうのも交換することができますので、まあ、どっちを利用したいかっていうのはね、お好みでね、選んでいただければなと思うんですけども、まあ、G ポイントはね、 PEX を経由してニモカポイント、そこから ANA マイルでね、交換することができます。でですね、こちらのルートで必要になってくる、こちらの ANA ビザニモカクレジットカードなんですけども、こちらのクレジットカードもですね、三井住友カードが発行している ANA のカードっていう風になりまして、こちら初年度年会費無料、2年目以降は2000円っていうね、年会費になるわけなんですけども、こちらを保有してないとですね、こちらのルートね、利用することができないっていった形になりますんで、もしね、このニモカルート利用される方はですね、こちらの ANA ビザニモカクレジットカードを発行する必要があるっていった形になります。ということで、今回ですね、東急ルートの閉鎖のアナウンスと今後のね、ポイント交換ルートについてね、解説させていただいたわけなんですけども、いやー、ちょっとね、急に発表でちょっとびっくりしましたけども、まあね、こういうね、解約っていうのはですね、リクマイラーではね、よくある話なので、まあ、年々下がってきているんですよね。ですので、いつかね、50% とかにもなってしまうかななんていうふうに思う部分もありますんで、まだね、70% ということで、かなりね、貯めやすいマイレージサービスだなというふうに思っておりますので、今後もね、ANA マイル貯めていきたいなというふうに思っております。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。